ということで今私は京都にいるんですが、京都駅近くに素晴らしいホテルをね見つけたので、今回ね実際に宿泊して皆さんにレビューとしてお届けしたいと思います。ちょうど今後ろに見えてると思うんですけども、桜テラスというね名前のホテルになりまして、見ていただければ分かると思うんですが、ホテルの一部屋一部屋にバルコニーがあるんですよね。こちらのホテルの、ね、何が素晴らしいのかというと、まずねサービスがすごいです、まあ、サービスおもてなしがすごく豪華で、あとね朝食もすごいんですよ先に言ってしまうと。あとはですねジムがあったり、あと大浴場も完備で、ラウンジもあって、そういったところでね無料でコーヒーとかアルコールなんかもね飲めると。それでは今からチェックインしたいと思います。京都駅の裏手にはこんな感じで、ね、もうどこもかしこもホテルだらけということで、こちらのホテルはなんかひときわなんか、ね、目立ってるというか作りが独特なんでね、非常に気になっておりました。以前ね宿泊しようと思ったんですが、もう満室で取れなかったんですけどね、今取れるということで今回宿泊したいと思います。それでこちらがウェルカムドリンクのコーナーとなっておりまして、驚いたのがコーヒー紅茶で使うねマグカップ等がこんな感じで保温されてるんですよね。すごいおもてなし精神で、本日のコーヒーがホンジュラスの豆のコーヒーということで、まあ、自分で好きなものをチョイスしてこんな感じで自分で挽いてコーヒーを飲むことができます。こんな感じでやってますね、はい、で挽きたてのコーヒーをこういったラウンジスペースでくつろぎながら飲むことができます。私も早速ねチェックインする前にコーヒーどうですかと言われて、もうこんな感じでくつろいじゃってますね。とても美味しかったです。もうこの段階で気分はもう最高ですよね。はい、ということでチェックインのをしたんですけど、めちゃくちゃいいホテルですねびっくりしました。自分の予想像していたよりもちょっとあまりにも高級感あったんでちょっと引いてしまいましたけど、いやすごいとにかくすごい。こんな感じで吹き抜けになってて、天井もこんな風になってます。おしゃれですよね。それでですね、今回私が宿泊する部屋は1545室、5階の部屋ですね。それでは早速中に入りましょう。ということで部屋の中に入りました。こんな感じでここから靴を脱いで上がるパターンですね。部屋めちゃくちゃ広いですね。全然私いい部屋を選んでるわけではないですよ、まあ、料金もねめちゃくちゃ安いんで、まあ後で聞いたらびっくりすると思いますけど後から話します、はい、でベッドはダブルサイズのベッドがこんな感じでドカンとありまして、あとはこんな感じでソファーなんかもありますね。もうどうだろう、一般的なアパとか、東横インに比べたらね多分3倍は言い過ぎか、 2.5 倍ぐらいは部屋の広さがありますよ、まあ、あとはお決まりの空気清浄機ですね。プラズマクラスターのいいやつがありますよ。入れときましょうか。あとはこんな感じでかなり広いデスクですね、うん、広いというかでかいですね。でテレビもあって、これ東芝製のテレビですね。でコンセントもこちらにあります。これが椅子かな、あ椅子ですね。で湯沸かしポットと、まあ、ガラスコップでお茶類もありまして、ここは何だろうな、あスリッパとかそういったものか。入り口にもスリッパありましたけどね、はい、でこちらが毛布とか大浴用上の、カバンですね。カバンとかあとはタオルとかそういったものが入ってるんだ。こっちが冷蔵庫かな、あ入ってないですね冷蔵庫は。それでこちらがトイレとバスルームなんですが、これも結構広いですよ。普通のビジネスホテルに比べたら全然広いわ、はい、アメニティ類もしっかりとこの辺もありますね、うん、浴槽もわりかし大きめですね。まあ大浴場があるので私は多分使うことはないですけども、ね、タオルはねこちらのやつを持っていくと
ということですね。それでこの部屋の特徴としてベランダ、バルコニーがあるんですよね。ちょっと見てみましょうか。おお、すごい。おお、ちゃんと椅子まである。いや、めっちゃいいじゃないですか。わあ、広いなこれ。全室バルコニーね、あるホテルなんですよ、ここ。なんで一番安い部屋を選んでもこういったね、バルコニーがついてくるんでいいですね。ここでゆっくりなんかお茶でも飲んで、ちょうど夕焼けでね、綺麗ですね。今見えてるこちら側の塔も同じね、桜テラスのホテルの塔になりますんでね、ちょっと道がこう挟む形にはなりますけどね。大浴場はあちらの塔にあるみたいです。ということで部屋の紹介はまあこんな感じになりますけど、皆さんどうですか？めちゃくちゃいいホテルじゃないですか。おそらくですね、この動画を今視聴されているリスナーさん、スーさん高級ホテルに泊まりだしたなとかねこのホテルそんだけ設備とかサービスが良くてね、1泊1万2万もっとするんじゃないのって思ってる方も多分おられると思いますが、びっくりしますよ。今回ね、私このね、1泊の宿泊の料金朝食込みでなんとね6300円でございます。あの割引とか一切使ってなくてですよ、うん、まあ楽天で予約したっていうのはあるんですけど、まあもともとそれぐらいの金額で、一泊ね泊まれるということで、しかもね土曜日ですからね、土曜日から日曜の宿泊でこれぐらいの金額で、京都駅から歩いて徒歩2分ですよすごいですよね、そりゃ人気なわけだと思いました、もう今後京都でなんか、ね、出張とか仕事で来た時にビジネスホテル取るとなったらこのホテル一択だなと私は思いました。あとですね、大浴場がもちろんあります。で、本格的なサウナルームっていうのもあるみたいで、あとジムですね、ランニングマシンを中心とした、ジムで、滞在者は無料で利用できますと。フィットネスマシンやヨガマットも用意してますと。こちらのホテルね、料金もかなりお安くて、これだけね、あの充実した内容なんですが、もう一つコンセプトがあって、団体のお客さんね、利用を断ってる、らしいんですよね。あとは小さなお子様連れのお客さんも断ってるということで、夫婦2人とかね、1人とかで、ゆっくりとこうくつろいでもらいたいというコンセプトがあるみたいで、そういったところにね、こう望んでる方々っていうのも、まあ、もちろんいると思うんですよね。あの子供がいるとうるさくて嫌だっていうのをダイレクトにやっぱ言えない部分も多分あると思いますし、ゆっくりホテルでね、静かに過ごしたいんだという人に向けてこう特化したホテルということです。そういったホテルって結構高かったりするんですけど、こんだけ安くて、しかも、ね、内容がいいってなると、もうどうやって利益出してるんだろうっていう、ね、感じですよね。ホテルって団体客たくさん入れて、たくさんこう収益を、ね、出さないといけないっていう部分ではあるとは思うんですけどね。で、しかも朝食もかなり豪華でということでね、朝食の方もですね、まあ、焼きたての自家製パン、具沢山のスープで、まあ、そういった様々なものも用意してたりとか、あとおかず類もかなり豪華な、ね、ものを用意してるということで、朝食楽しみにね、こちら選んでくれてる人もやっぱり宿泊者の中で多いみたいですよ、まあ、朝食だけね追加するとなった場合はプラス2300円って結構いい値段するんで、やっぱり込みでね、あの安い時にこう抑えるっていうのがいいんじゃないかなと思います。まあ、あとはですね、このホテルと提携している飲食店のメニューを、テイクアウトして、ね、部屋に持ってきてくれるというような、ね、サービスもやってるみたいですね。あのバルコニーでくつろぎながら食事を楽しんでいただけるようにというコンセプトで、こちらで食事してもいいみたいですね。はい、そういったこともやってるんだ、すごいですね。こんな感じでですね、あのホテルの概要を一通り喋りましたけど、とりあえず今から私の大好きな大浴場の方に早速行ってみようかなと思います。ということで、ちょうど目の前にあるね、バーで好きなドリンクを一杯もらえるということでもらいました。これはね、赤ぶどうジュースというのにしました。ワインとか日本酒とかビールももちろんありましたけどね、はい、いただきます。風呂上がりに最高ですね。美味しい。
とても京都駅の近くにあるシティホテルとは思えないような豪華さですね。いや最高です、マジで。このホテル BGM かと思ったら生演奏の、しかも本当に歌を歌っておられたんでびっくりしました。すごい豪華ですね。まあ、いきなりもうね寝るシーンになっちゃうんですが、うん、晩ご飯はもう部屋でね中で適当に食べたので、まあそれはもうちょっとわざわざ動画には撮りませんでした。そしてまた明日の朝ですね、まあかなりこだわりの朝食ビュッフェがあるということで、そちらをメインでお届けしたいと思いますんで、もう今日は寝ます。もうなんやかんや YouTube ライブとかやってたらもうね夜中のもう1時近くになってしまいましたんで寝ます。それではおやすみなさい。これかな？あ、これだ。おやすみなさい。ああ。おはようございます。ということで、今から朝食を食べに行ってきます。今回の朝食はここ最近の中で一番ですね。めちゃくちゃ豪華です。まずこちらが焼きたての自家製パンですね。かなり種類豊富です。どれも美味しそう。でこちらおかず類ですね。様々なおかずが用意されてまして、もうどれがどれだかねもう把握できないぐらいたくさん種類があります。これはポテトグラタンですね。でこっちはパンプキンスープであったりとか、こだわりのものが多い。でサラダもね、サラダだけでこんだけ種類あるんですよね。あ、すごくないですか。あとコリアンメニューの中でプルコギがあったりとか、あ、もちろん和食類もあるんですけどね。あとはこういった感じでバケットの上にね、いろんな食材が乗せられたものとか、あとフレンチトーストも何種類かあってですね、これも目の前で作ってくれますね。はい、すごいですよね。トッピングとかももうやたらありますからね、種類が。でこちらはデザートコーナーかな、フルーツとかヨーグルトとかあって、ちゃんとねケーキ類もあるんですよね。でこんな感じで私は持ってきました。取りすぎですかね。でもね周りの人見るともっと取ってる人いっぱいいるんですよ。はい。でこんな感じでバケット何種類か持ってきて、ウインナーであったりポテトグラタンとか、あとサーモンですね、そういったものを持ってきました。こっちはおかず類をメインに、和食だとかプルコギとか、あとこれね唐揚げとかホタテフライ様々ありますね、うん、でサラダも、スモークタンとエビのカクテルサラダとかなんかいろいろあったんですよね。でこれが和牛のハッシュドビーフってやつですね。美味しそうですよ。あとはパンですね、はい、クロワッサンとあとフレンチトースト何種類か持ってきました。これ全部ね食べきれるかなって心配なんですけどね。でこちらがね、本日のスムージーってやつで、スムージーも3種類ぐらいあって、これブルーベリースムージーですね。それではいただきます。それでは早速食べていきます。最初にオレンジジュースですね。それで喉を潤して、今からさ食べるぞという感じで気合を入れていますね。かなりボリュームもあるんでね。それでこちらが先ほど説明したスムージーですね。スムージーは朝飲むと本当染みますよね、体にね、うん、健康になれるぞっていう感じがします。でこちらカプレーゼのバケットですね。バジルが効いててかなり美味しいです。このチーズとトマトとバケット、なんでこんなに相性がいいんでしょうか。であとこちらエビとサーモンのカクテルサラダかな、これもね美味しいですよね。朝からこんな食べていいのかってぐらい食べてます。これブルーコギですね。これも本格的な味付けがしっかりとしてあって、で朝からコリアンフードもありですね。でこちらが和牛のハッシュドビーフ。皆さんこうライスの上に乗せて食べてる人が多かったんで、まあ自分も真似して食べてますね。お肉がやっぱあの国産和牛ということで柔らかくて美味しいですね。もうねお肉だらけだったんですよね。すごい量のお肉があの煮込まれてて、自分もたくさん持ってきちゃいました、はい、であとこういった感じで、ね、揚げ物類もあるんですが、まあ、全般的に結構野菜とかも多くて、で一品一品ねやっぱ手作り感が伝わる味で、本当にクオリティは高いと思います。あと注目すべきはパンなんですが、もうおかずを食べすぎてね、自分はクロワッサン1個しかちょっと食べれなかったんですが、もう焼きたてで奥でねパンも作ってるんですよね。ちょっとそのシーンは撮れなかったんですけども、うん、であとこちらのフレンチトーストですね、きな粉と抹茶の、あとプレーンとあるんですが、自分はきな粉を持ってきました。これもね本当美味しくて、どんどんねなくなってっちゃうんですよね。でも
またそれがね目の前でこう作ってくれるんでいいです。でこちらが最後の入れたてのコーヒーとケーキで、これでまず満喫して帰ることにしましたと思ったんですが、最後にですね、まあ、コーヒーのテイクアウトもやってるということで部屋にね持ち帰って、こんな感じでベランダでねくつろいでこの後チェックアウトします。ということでチェックアウトいたしました。めちゃくちゃ良かったですね。もう私がここ最近泊まったビジネスホテル、シティホテルの中ではダントツ1位ではないでしょうか。まあ、朝食のレベルも非常に高くて品数もかなり多くて、しかもこだわった食材を使っていたりとか、かなりおしゃれなものも多かったんで、女性の方々にもね非常に受けるんではないでしょうか。味もめちゃくちゃ良かったですね。まあ、場所が京都駅から非常に近いということもあって使いやすいですし、あとおもてなし の、 このサービスですね、かなり充実しているので、それでこの金額ですよ。1泊朝食付きで今回6000円で手配できているので、まあ、日にちにはよると思うんですけどね、もう平日の方がもうちょっと安いのかもしれないんですが、大満足するレベルでございました。まあ、今回こんな感じですね。京都駅近くのコスパ最強、設備充実の桜テラスギャラリー泊まってみたっていう動画はこれで終わりたいと思います。以上、スーチャンネルスでした。バイバイ。